宇佐に海水浴場、前も一度動画アップしました。今日は違ったアングルというか、少し満ちてる状態で波もありますので、サーファーの人たちも結構来てますね。まあ、前はまだちょっと寒かったっていうのもあるのかもしれないですけど、いや、サーフィンとかに、ね、良さそうですよね。波もほどほどにあって、いや、結構広いビーチです。まあ、宇佐美は特にこれといって他に何もないんですが、このビーチがあるだけでいいですね。ここは長浜海水浴場とは趣がだいぶ違う感じですかね。長浜はまあその結構静かで、波も子供でも安心して泳げるような海水浴場です。こちらはこういうサーファーの方が多いように波が少しある。それぞれね、目的に合わせて楽しめたらいいな。今日いい感じですよ、ね。いや、改めて聞くと本当に広いですね、ここも。昨日、まあ、下田の白浜とか行きましたけど、まあ、あそこも広いですけど、ここも結構広いですよね。いや、また、まあ、下田のビーチ、ちょっと行ってないところが多いんで、行こうと思います。あと、この東側、全然行ってないんで、少しずつ、伊豆のビーチ、攻略していこうと思います。宇佐の海水浴場です。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。それではチャオ。